どうもこんにちは、ナナです。いかがですか皆さん、ボーリングというものはご存知でしょうか。皆さん、ボーリングはどのような投げ方をね、していますか。まあ、大抵普通の人は、ストレートかカーブがいいとこじゃないですか。今日はですね、こう10個の投げ方をね、皆様にご紹介させていただきたいと思います。では、それでは行きましょう。初級編、ストレート。さあ、まず最初の技はストレートですね。皆さん、やり方は確認できていますか。足を閉じ、ちゃんと手に持ち、そのままいつも投げている風に投げてください。さあ、どうだ、当たるか。おっと、全く当たらない。最初からカーターですね。初級編、チェイス。はい、というわけでやってまいりました。次の技はチェイス。またの名をカーブと言います。カーブはですね、弓の穴を外してください。そしてボールに回転をかけることで、真ん中のピンにチェイスします。見てくださいね。いきますよ。ボールに回転をかけた。おっと、これはガーターにチェイスした。初級編、チェイスリバース。さあ、次の技はチェイスリバースですね。皆さん、チェイスリバース、やり方は先ほどのチェイスの応用技です。それに逆回転をかけます。逆回転ですよ。皆様、これをやることによって、なんと女子からモテモテになれると。おっと、これは1回カットです。さあ、名古屋選手、もう1回チェイスリバースをやるようです。さあ、今度はうまくいくか。これがうまいチェイスリバースか。おっと、これは中心を取られている。どうだ、チェイスリバース、決まりました。チェイスリバースです。中級編、カーリングステップ。さあ、皆様、始まりました中級編。こちらから見慣れない技が続きます。まずカーリングステップをご紹介しましょう。皆様、カーリングはご存知でしょうか。カーリングと同じ要領で地面をこすりつけ、その摩擦を利用することによって真ん中のピンを捉えていきます。さあ、角カーリングステップ、どうだ、1投目入るぞ。おっと、盛大に角がカーリングしましたね。中級編、ベイビーベイビー。皆さん、普段ボーリング玉はどのように投げますか。そうです、ボーリング玉には穴が開いています。この穴に指を突っ込みますが、ベイビーベイビーはもう突っ込みません。まるで何も持てない赤ちゃんかのようにボールをそのまま放ってください。さあ、角の投球、ベイビーベイビー。さあ、どうだ、いったぞ。お、これはガーターにはならないものの、まあストライクは取れないようです。中級編、バックナンバー。右3ピンを倒したい、そんな時に使う技がバックナンバーです。バックナンバー、まず自分の股の下から裏でバックで打ちます。バックです。だからバックナンバーです。バックナンバー、注意しなきゃいけないのは、まず中心を狙ってください。中心を狙った後、構え、そしてフィーリングセンスを感じてください。フィーリングセンス整いましたら、バックナンバー離します。そのバックナンバー入ります。そう、右3ピンを狙っていきます。はい、右3ピン入りました。上級編、シューティングスター。さあ、ここから上級編に入ってまいります。かなり難しい技が続きますが、まずはシューティングスターをご紹介します。まずボールを持ちましたら、ボールにかなりの回転をかけます。さらにボールだけではなく、自分の体にも回転をかけることにより、2倍の回転を得ることができます。それはまるで地球に降る流星のような輝きを放ち、ピンを投げ倒します。さあ、角を構えに入る。そしてシューティングスター。当然の結果が待っています。上級編、スプレッドバターオン。バターを塗るという意味ですが、こちらレーンをパンだと思ってください。こんがりと焼けたパンを塗っていくその快感、溶け出すバターがたまらない。サーツの塗る体勢が整い、放った。ボールはまっすぐまっすぐ、そしてストライク。これは使える技ですね。上級編、あの日見たボールの名前を僕たちはまだ知らない。ボールが手元にない。どこにある。ボールがもうガーターに行ってしまっている。これがあのボール。絶級編、スーパーソニックシューティングスターバイストラスフェア。まだ誰も成功したことのない技、通称 SSSS という技です。シューティングスターの応用技で、左の1ピンを倒すのに使います。2倍の回転量からさらに自分を追い込み、乱回転をかけていく。自分の生命をも削るクライマックスの技です。構え、おっと、これはかなりの回転量が入って期待できる。投げられたボールは左の1ピンを取った。さすがと言っていいでしょう。